どういうふうにコミュニケーションを取ってやっていきたいか、いかがでしょうか。まあ、僕はこうどちらかというと合わせるのもあまり苦じゃないタイプですし、やっぱりこう今いる選手だったり、共に出場する選手とどういうことができるかっていうのを考えながらやっていけると思うので、新しく入ってきてくれた選手もすごいいい選手多いと思うので、僕が助けられる部分も多いと思いますし、そこはうまくやっていけたらなと思います。まあ、なんか特別意識はしてないですけど、やっぱりでも特別な番号だと思いますし、中心としてやっていかなきゃいけないっていう意識は持ってますけど、それでやっぱり自分のプレーができなくなるとか、少し気にしてっていうところは僕はないと思うので、昨年以上にいいパフォーマンスして、クラブからもそういう番号を渡してよかったなって思われる選手になりたいなと思います。2人目小西選手になります。よろしくお願いします。お願いします。このチーム参加してみてのまず率直な印象から聞きたいんですが、今日どんな印象を持ちましたか。そうですね、雰囲気もいいですし、皆さんしっかりコミュニケーションを取ってくれるんで、すごい初移籍ですけど、やりやすさっていうのは感じてます。選手も知ってる人っていうのはあんまりいないんで、しっかりそこは特徴をまず理解することと同時にしっかりコミュニケーションを取っていけたらいいかなと思います。自分のプレー、こんなところを見てほしいっていうところを教えてください。そうですね、縦への意識っていうのはすごい高いと思うんで、そこの縦パスだったりとか、あとは、ミドルシュートだったりとかは見てほしいですね。We're going to be the fittest, the fastest, the most aggressive. 自分たちが一番走れて、そして速くて、そしてアグレッシブな自分。And then we can play the best football in the country. そして国で、この日本で最高のフットボールを自分たちがやる。So prepare well today, get ready for tomorrow. しっかりと今日また準備して明日につなげていけるように。Yeah, sure, Marcus, sure.